はいどうも、しげぞうです。今回は社会調査の基礎、面接法、見ていきたいと思います。社福試験第36回ではこういった問題が出ましたね。今回は面接法見ていきたいと思います。問題89、調査手法としての次の記述のうち最も適切なものを一つ選びなさいという問題でございます。こちらが選択肢でございまして、正解はこちら。4番、面接調査では表情や身振りといった非言語表現も重視するでございます。でここでねポイントなんですけれども、非言語表現も、このもに注目ですね。このもという言葉を使うことによって言語表現も大事だし、非言語表現も大事にするというニュアンスが伝わるわけですね。これね、もし非言語表現を重視するだと、これはハテナになってくるわけですね。言語表現をないがしろにしているようなニュアンスになってしまうわけですね。ここで面接の目的確認したいと思います。面接の目的としては援助関係の形成、情報収集、問題解決ということがあるわけですね。そして面接法には構造化面接と非構造化面接と反構造化面接がございます。構造化面接というのは、調査者が事前に定めた質問項目の順序で調査を進めるというものでございます。非構造化面接というのは、事前に準備をせず調査対象者が自由に語りやすいように調査を進めるというものでございます。反構造化面接というのは、ある程度面接の準備をしつつも臨機応変に質問を変えたり順序を変えたりする面接技法でございます。この反構造化面接では、準備した質問項目のうち半数っていうのは罰でございますね。こういうわけではなくて、ある程度面接の準備をしつつも臨機応変に質問を変えたりするというのが反構造化面接でございます。ちなみに社福試験の第31回の問題でございます。反構造化面接では、面接中に新たな質問項目を追加することがある。これは丸でございますね。臨機応変に質問を変えたりするわけですね。他の問題文を確認していきたいと思います。このね、1番と2番×でございますけれども、構造化面接では事前に質問項目と質問の順番を設定し、その順番通りに質問していくわけですね。非構造化面接では対象者に語りたいことを自由に話してもらうというような内容ですね。ですからこの1番と2番、内容が入れ替わっているように思いますね。ただね、この10項目以上のっていうのはちょっとハテナですけれどもね。3番の選択肢、これも×でございますね。反構造化面接ではインタビューのおおむね半分程度の時間というわけではないわけですね。反構造化面接っていうのは、ある程度面接の準備をしつつも臨機応変に変えたりするというわけですからね。5番の内容も×でございますね。グループインタビューでは対象者同士の会話を促さないようにする、これは×でございまして、対象者同士の意見交換によって広く多くの情報を得られたり、新しいねアイデアが得られたりするわけですからね。ですからこの5番は×でございます。はい、以上、社会調査の基礎、面接法について見てまいりました。今回の動画が良かったよという方は、いいねボタンやチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。最後までありがとうございました。